すいません、ちょっと犬が。お願いします。本当正面から自分を受け止めてくれたっていうか、最初俺本当にオランダに来たのかなと思って、まあ行ってみたらハズレだったっていう、これ経験したことないなと思って、ボランチで試合出ることはねえだろうなと思ったら、個人的には間違った選択だったなと思います。ちょっとこれ聞き伺いたいなっていうのは、そのやっぱり父、お父さんのディドさんの存在っていうので、はい、そのまあ、あのデビューされた当時、あの史上初の親子 J リーガーっていう風に言われたと思うんですけど、それについてどんな風に実際感じていたのかっていうのを改めて伺ってもいいですか？ね、自分が多分サッカー始めたきっかけとかからも絶対、まあ、まず絶対親父の存在があったわけですし、まあでもそれが嫌になった時期もやっぱ結構あったんで、まあ、小学校中学校とかもそうですけど、やっぱ目立てば新聞とかに結構、ね、記事とか書かれるんですけど、絶対最初にハーフナ・リドの息子って書かれるんです。それが嫌で、本当に絶対これいつか逆にしてやると思ってまあそういうのもあってやっぱ頑張ってきたのもあるんですけど、まあやっぱ親父はどっちかというとすごい、あの本当プロフェッショナルな人間で、本当現役引退してもコーチになってもなんか毎朝一番最初にグラウンド来て走ってるような人だったんで、なんかすごい、はい、プロフェッショナルだなと思ったんですけど自分はできなかったですね自分は逆にそれできてた方が多分もっといい選手になれてたのかなと、まあ、今では思ったりもしますけど、なんか、うん、そういうのはできなかったな。弟のニッキーさん選手が、うん、あ、そのスイス2部のネオシャテルザマックスで、ね、頑張ってるっていうところ、うん、ニッキーさんとの思い出だったりっていうのはいかがですか？結構年齢が離れてるんですよ。8歳ぐらい離れてて、うん、あんまりやっぱもう中学校高校上がるとそこまで一緒にサッカーすることもなかったし、自分家出るのも早、まあ、18になってすぐ出たんで、特にそんな思い出がない、興味がない彼に期待することだったりっていうのは、まあ、特にないかな。まあ引き続きサッカーでも頑張って、やっぱ上でやれなきゃやっぱ意味ないんでね、やっぱ一部とかでなんで、まあ、上に行けるように頑張ってほしいかなと思います。はい、コルドバを退団されてというところで、ヘルシンキを経て、2015年の夏にエディオ・デンハーグ、お父さん そのリードさんも所属されたというところ、はい、そこは行ってみて、どうでしたか、その久々のオランダというか、何年ぶりかで戻ったオランダということもあったと思いますけど、まあいろいろあって、まあ、とりあえずまた同じところに戻ってきたなっていう、まあ年齢もやっぱ重ねてて、まあそのごちゃごちゃの間に、まあ、中国からもいいオファーがあったりしたりしたんですけど、まあやっぱ年齢も考えてもうちょっとヨーロッパでやりたいっていうのは個人的なスタンスだったんで、それで、まあヘルシンキに一回行って、でまたアドに行ったんですけど、まあでもアドはまた独特なチームっていうか、まあ街はすごい綺麗で、あの海沿いで、あの選手たちも温かくて、溶け込むのに全然時間がかかんなかったっていうか、本当着いて多分3日後ぐらいかな、決まって本当多分4日3日後ぐらいにまた試合だったんですけど、いきなりスタメンで出してもらって、で当時いた ドゥプランっていう左サイドのフランス人と、まあ結構息が合うことがまあ多くて、やっぱそこから結構点は取れたなっていうシーズンを送りましたね。結果を残していた中で2年目ですかね、デンハーグでの記憶に残るというか、パネンカの PK 失敗っていうのがあったと思うんですけど、はい、あれをなんかパネンカで蹴ろうと思ったっていうのはまずなぜ、なんでだったかな、なんか、まあ、なんか余裕があったんですよね。自分の中でも絶対 PK、まあ、入れれるだろうな。キーパーももう横飛びするの見えたんで、あ、もう、ちょんっていいや、みたいな。打ったら、ね、ゴールの上のネットに乗って。うん、今では、まあ、なんか落ち込んだ若い選手とかいたら、YouTube でハーフナワイクパネンカって調べてみるみたいな、すぐ元気になれるからっていうのは。まあその試合なんか、確かあれ1-1でロスタイムで、PK 取ったのも俺なんですよ、確か。で、その試合で1点目入れたのも自分で、で、まあ、決めれば勝ちだった試合で、まあ、1点目がすごいいいゴールだったんで、ボレー。まあ、この試合の締めくくりにはパネンカだろう、みたいな。感じで、そうですね。まあ、自信持って打ったら外したっていうだけです。はい、パネンカをちょっと失敗してから、まあ、22試合ほどゴールが遠ざかって、その後、まあ、連続でゴールを決めて、最終的にはリーグ戦9ゴールというふうになりました。パネンカ失敗した後の、まあ、そのゴールから遠ざかった理由と、まあ、復活した経緯っていうのを教えていただいてもよろしいですか？もともとそこまでチーム状況はあんま良くなかったんですよ。
まあ、最初の3試合はまだ良かったんですけど、まあ、多分そこまで強い相手じゃなかったんですね最初で、まあ、その後やっぱ強い相手とやってきたらやっぱちょっとうちらのちょっと化けの皮が剥がれてきたっていうのもあるんですけど、まあ、やっぱうまくいかないことが多くなるとやっぱ守備もうまくいかないですし、で、まあ、チームも間延びしてきて、やっぱ本当チャンスが少なかったっていうのはありましたね。で、まあ、監督が変わった気に、まあ、自分は確かちょっと難聴になっちゃって後半戦ちょっと出遅れたんですけど、まあ、その間に監督も変わってまた、まあ、チームを立て直すっていう意味でいろいろチーム内が変わって、そこからやっぱまたチームが回り始めたっていうか、また機能し始めてまた点が取れるようになったかなと思います。ヴィッセル神戸にその後というか、あの J リーグ復帰っていうところで、でその日本へ戻ってきて、その海外でプレーしたことで感じたその欧州と日本の違いっていうのはどういうふうに感じますか？日本の方が走る運動量の違いはもちろんありますし、フォワードに、まあ、ものすごく守備を求めることが多いかなっていう。海外の方がなんか、まあ、ワントップはどっちかのセンターバックについておけばいいみたいな、であとは他の選手がハメに行ってみたいな、でお前がパワー使うのはゴール前だから点取れみたいな感じなんですけど、やっぱ日本はやっぱみんなで守備してみんなで攻撃するっていう感じかな。で、まあ、やっぱ海外でのプレーにやっぱ慣れちゃったっていうか、まあ、あっちの、なんていうんですかね、考え方はやっぱ、なんか自分の中にずっとあって、そうなるとまた日本のサッカーにまたアダプトするのがちょっと、まあ、難しかったかなとは、思いますね。やっぱ、日本帰ってきてからあんまりうまくいかなかったな、やっぱ自分の、まあ、柔軟性があんまり良くなかったかなっていう、海外に囚われてるっていうか、なんか、やっぱやってるサッカーがやっぱ全然違うなっていうのはやっぱ感じましたね。日本人フォワードは海外に行くとセンターフォワードじゃなくて2列目とかで使われがちですけど、まあ、理由とかあったりされますでしょうか？点を求めるんで、やっぱ海外のチームの監督はフォワードは点取る、また全然やっぱ日本と考え方が違う、守備よりまず攻撃でちゃんと結果を残さないといけないみたいな感じがやっぱ海外なんで、まあ、そういう意味でやっぱ日本人の選手はやっぱ天使で、まあ、すごい頑張りますし、まあ、いろいろできるっていう見方になっちゃうんですよ。海外の監督からしてみると、いろいろできるから、でも点はそこまで取れないっていうか、だったらもう前に、点取れる、別にそこまで動かない人でも置いといて、まあ、あとは周り、まあ、守備もこなしながら、やっぱ日本人の選手ってやっぱりあの海外のやっぱあの技術のレベルはすごい高いんで、まあ、そういうつなぎ役として使われやすいかなと、まあ、言い方によっちゃあれですけど、まあ、なんか舐められやすいっていうか、その交代しやすいとかそういう感じだと思われていると思うんですよ。なんでやっぱ点をいっぱい取って90分間出れるフォワードがどんどん出てきてほしいかなと思います。ちょっとあのそのところで、あのボニー選手とのなんか関係性っていうのを伺いたくて、その当時のやっぱボニー選手の存在もすごかったですし、それとの、あのハーフな選手とのその関係性っていうのもすごく良かったように見えたんですけど、ボニー選手っていうのはどんな選手でしたか、当時一緒にプレーしてて。最初本当びっくりしたんですよ、恐竜が入ってきたのかなって。ロッカールーム、海外に行ってみなきゃ分かんないんですけど、本当あっちの選手ってガタイがえげつないっていうか、なんかガタイがえげつないのに筋トレ一切やってないっていう、てこいだろみたいなこっちいくら筋トレやっても全然筋肉つかないのに、こいつら何もやらないで、ね、こんな筋肉つくのかよみたいな。そうですね、本当、まあ、エゴっていうか、なんていうか、やっぱまた考え方が全然違うなと思いましたね。やっぱ彼はもう守備は一切考えてなかったですからね。俺は点を取るみたいな、お前らが俺にボールを出すみたいな、俺がやっぱ、あ、海外でも点取れるフォワードなんだみたいな。やっぱね、そのフィテッシュの後もプレミア行って、多分シーズン目で17点とか結構点取ってましたから、ね、まあ、それでマンシーまで行ってグアウディオラのサッカーには合わないだろうなとは思ったんですけど、でもやっぱこういう日本人のフォワードって出てくるのかなってやっぱ考えましたもん。なんかこれ、こういう考えを持ってサッカーしてるやつ多分日本じゃ無理だろうなみたいな感じですね。なんか、そうだな、日本で言ったらどうだ、ピータウタかみたいな感じなんですかね。なんかいやもうえぐいどういうこと、はい、まあもうちょっと足元うまければよかったなと思います。
ワールドカップもいけたかなとは、はい、思いました。ストライカー目線にしたと思うんで、なんか批判してるわけじゃないですけど、個人的には大迫選手見てた方が楽しいな。ハーランドが一番理想かなっていう。得点王が13点っていうのは絶対いけないと思いますし、まあ日本のいいところでもあるし、まあ悪いところでもあるのがやっぱ